電池は。さあ、今日は結構風が強いですね。さあ、風が強いですよ。で、今日使うリングはタングステンの 1.75g。 さすがにコンマ8だと厳しいかという感じですね。ちょっと投げてみましょうか。おいしょ、すぐそこにしか落ちないですね。これはキャストもちょっと考えなきゃいけないですね。あ、もう足元にしか来ないです。うん、これはまずい。もう一回やり直しですね。もう一回キャストし直しですね。これはまずいな。よし、大体もう10カウント以上ですね、今だと。案外早いかもしれないですよ。あ、当たりましたね。いますよ。当たってますね。これ小さいですね、当たりが。います。食わない。これだいぶ小さいやつじゃないでしょうか。ああ、そうですね。これが食えないやつかな。もしかしたら。よし、もうちょい置く。そしてレンジを入れます。カウントは12ぐらいですね。タングステン 1.75。針のサイズは10番。ちょっと大きめですね。なんで小アジ、はい、ガッと当たんなかったですね。おっと、まだ食ってますよ。いやー、乗せれない。よし、乗せました。ちっちゃいぞこれ。やっぱりほら、やっぱりこのサイズですよ。見えますか、このサイズ。まあ、それでも一応全部てるのが分かる感じですね。もうちょいですね。大きいの欲しいですね。水温の方は20度、さほど下がってない感じですね。このね、アゲンソの中でもやっぱね、操作性が悪くならないですね、タングステンだと。よっ。で、風の強い時は下からキャストがいいですね。上からキャストすると、もう、ポワーンとこう、すぐそこに落ちちゃうんでね。前で。で、この辺のアジ釣りに関して言えば、こう風がこう、前から吹いてくるんですけど、その風に向かって投げます。この風裏を探すとかじゃなくて、風に向かって投げる感じですね。そっちの方が当たりが分かりやすいです。まさかとか思うんでしょうけどもね、まさかとか思うんですが、やってみてください。これ本当です。逆にその風裏っていうか、今日で釣りするともう何やってるか分かりません。まあ、そしてアジっていうのはプランクトン最近食ってますからね。向かい風っていうことは、それだけいろんなものが寄ってきてます、岸に。だからそこにアジがいる可能性が高いです。なので向かい風の方がいいと。まあ、でもまあね、爆風だからといって諦めることもないですよということでございます。で、向かい風の時はですね、ラインスラッグとかがすごく出やすいので、こう投げてベールを返して巻き始める前、ラインスラックをちゃんと取ってあげます。そうしないとピョン吉します。今当たりましたね。ピョン吉になっちゃうんで、そこはちょっと注意ですね。今ちょっと当たりましたけども、多分あれは8センチですね。
や味っぽいかな、なんでしょう、あ、アジです。いります？いる？いらない？いる。じゃあ、あげる。はい。はい、どうぞ。はい。大きいね。おいしい。うん。そう、狛犬のはね、いるの。手前にいっぱいいるの。うん。うん、よかったら、どうぞ。はい、見に来たおじいさんが持ってきましたね。足を。はい。写真撮りたかったんですが、まあ。いいでしょう。はい、鳥海いる場所が分かりましたよ、私は。はいはい、連続できましたね。これ何でしょう。はい、これもアジでございます。また来ました。よかった。どうぞ。すごい、ありがとう。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、どうも。ほら今、うん、はい、当たりました。はい、乗りましたね。乗りましたよ。はい、味です。はい、いい味。いい味ですね。いい味。当たってるけど、来た、はい、来た。しょ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 、いい。そこそこいいですよ。サバかな。さ、アジでした。ほいっと。さあ、どうでしょう。ワグフでも釣れますよね。はい、風を恐れずぜひ攻めてください。こんな感じで釣れると思いますよ。よいしょ。